古紀伝用語は物語に登場する本名のわからない架空のコーヒーの便宜上の名称。代表的な例として、源氏物語に登場する人物が二人いる。キリツボミカドの日、スザクミカドの母、工事図、霊勢ミカドの日、内大臣の娘で、母はキリツボミカドの右大臣の四の君、一の命にあたる。 源氏物語源氏物語の登場人物古紀伝、尿御古紀伝尿御は紫式部が表した小説、源氏物語に登場する架空の人物である。後に古紀戸の大きさきと称する。右大臣の娘で、霧壺帝がまだ東宮であった頃受代した最初の日、第一王子と王女二人を設ける。高級で、 最も格の高い古紀伝に住まい県政を誇ったが、霧壺帝の長愛を霧壺皇位に奪われたことで、皇位の死後も忘れがたみである光る源氏を激しく憎んだ。とりわけ、東宮の日にと希望していた葵の上と妹おぼろ月夜の二人を源氏に奪われたことに、憤き通り、葵の上の死後に、右大臣がおぼろ月夜と源氏を結婚させようとした時も、もう反対して許さなかった。 キリツボ行為に、生き写しの藤ツボに対しても、源氏が、藤ツボに懐いたこともあって強い敵外心を抱く。後に、藤ツボが巫女を産んで中宮野に立った時、磁気帝の聖母である自分を差し置いての立候にひどく、憤慨した。須坂帝の即位で交代号となる。その後、生児となったおぼろき夜と源氏の関係が、発覚したことで、源氏の出脚を図り、 住まいの追放に成功したが、父大城大臣の死去、また自らの病で力を失い、スザクミカドの源氏召喚を止めることができなかった。少女で源氏と、冷静ミカドの見舞いを受け、かつての私有地を後悔しつつも、その後もたびたびわがままを言って、スザクインを困らせたと述べられている。その後は、初音で名前のみ登場するのを最後に、若菜のぼるで、すでに個人であることが告げられた。 検問出身で気が強く、その激しさは、富士粒中宮野の,の母木崎が、キリツボミからの受大要請に恐れをなした、ほどだったが、それだけ重々しい存在感を示す女性である。特に交代号となってからは、ミカの母木崎として、絶大な権力を振るった。主人公、源氏の性的の中でも、とりわけ、源氏を苦しめる悪役と見られがちだが、物語当時の高級や、 摂棺家のあり方を示す典型的人物でもある。なお、経歴が第五天皇中宮の藤原恩師に類似していることから、これをモデルとすると言われている。ありがとうございます。